すごい、キラキラ。なんだこの部屋、すごい。バブリー。いつもご視聴ありがとうございます。熊田横チャンネルです。さあ、今日は全然テイストが違うんですよ。なんと銀座のママに変身しました。すごい、ちょっと全身で。こんな感じです。すごいね。実はですね、今回コラボ動画なんですけれども、実際の銀座のママにご協力いただきまして、このヘアスタイルと着付けもしていただいたんですけれども、そのママというのがこちらのお店、七重です。七重ママというと、もういろんな番組が密着取材とかもされてて、いろんなメディアにも出てますし、 SNS とか YouTube の登録者数もすごく多くて、この今までの銀座のママのフィールドからちょっと飛び越えてる、なんか現代令和のママっていう感じなんですよね。でそんなママが今回全面協力をしていただき、お店の中をちょっと見せていただこうと思います。でお店も、私もなかなかこんなお店に行くこともないですし、実は七重ママとある仕事でお世話になったので、お店の中には入ったことあるんですけれども、見たことない世界が広がってるんですよね。なのでちょっと行ってみましょう。このままじゃ、はい、銀座のね、もう一等地にあります。駅がすぐそこです。でもすぐ裏に博品館っていう大きなおもちゃ屋さんがあって、そこにはしょっちゅう行ってるんですけど、ね、まさか博品館の裏側にこんな夜のお店があったなんて知らなかったです。もうこの大理石の感じが高級感がありますよ ね。失礼します。あ、ここが自動ドアに、あ、きらびやか。まだ実はお外が明るかった通り、オープン前なんです。特別に開けていただきました。なのでちょっとスタッフさんがお仕事の電話もされてますね、うん、こちら七重です。お邪魔します。こちらがお店になっております。こちらです。赤い絨毯で、キラキラやすごいですね。いい匂いする。いい匂いします。失礼いたします。はい。そしたら、ちょっと一回確認します、ね。シャンデリアがキラキラ。そしてお店の方、映していいかわからないけど、この壁だけ見てください。どんだけお酒。はい、かしこまりました。ディスプレイがすごい面白い。ちょっとこの中からは、ママにも協力していただいてご案内していただこうと思います。七重ママ。あ、どうもます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。七重チャンネルの七重ママです。はい、銀座七重チャンネルやっております。クラブ七重ママです。実際こちらで、はい、働いてらっしゃるんですもんね。そうなんです。毎日ここにおります。通常、はい、エースとどのくらいの時間からお店やってるんですかね。はい、今ね、いろいろと時短とかあるんですけども、はい、コロナの前は普通に8時から、深夜12時に行った終わりになりますと、1時までのお客様に出ていただくといった形ですね。あ、そうなんですね。はい、同伴ですと8時半とか9時ぐらいからこう入るんですけど、へー、不思議なシステム。そうですよね。じゃあちょっと今生活はガラッと変わりましたけれども、ね、やっぱり中に入るともうゴージャスというか、こういう世界があるんだって、ちょっとキラキラしてるものもいっぱい見えるので、ちょっとママ案内していただいていいですか。はい、はい、まずは通常というか一元さんでも来られるんですか。はい、基本は銀座のクラブはダメなんですけれども。ダメなんですね。フラッと寄るのはやっぱり無理なんですね。はい、そうなんですね。それも知らなかったです。ご紹介制と言いますから。へー、あとはでもうちは最近インターネットでもこう会社の情報ですとか社長さんの顔も出てますので、はい、インスタグラムの DM からご連絡いただいて、私のインスタはこうですで、ホームページこうですで合致すれば現金カードにしたらぜひという形でやらせていただいてます。新しいですね。きっと10年以上前はインスタっていうものがなかったのが、うん、DM から、はい、お客さんをっていうのはなかったですもんね。そうですね。もうその辺の新しいものを取り入れる力もすごいですよ、七重ママ。なのでやっぱり新しい層のファンの方も多いですもんね。そうですね。天智夢ちゃんが入ってからやっぱりそういった方もいました。うん、天智夢ちゃん実際に働いてみて体験したら本当に働き始めたっていう。そう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 。そうなんですよ。びっくりですね。その辺の概要欄もぜひ貼り付けておきますので、はい、ご覧になってください。初めて来た方が、
座るとしたら、はい、どちらのお席になるんですかね。はい、そうですね、はい、今日ボリューミーで私が見てもセクシーで入っていただきまして、はい、消毒のこのパーッという、こう噴霧されています。ここでちょっと浴びていただきまして、消毒をして、はいはい、非接触型検温器で、なるほど、お顔を近づけますと、はい、あ、来ました、はい、36度2分大丈夫でした。そこ消毒をしていただきまして、ね、全然お客さんっぽくないですけどママが来ました、ね、ママが来ました。そしてあの黒服があの入り口にこう普段はいるんですが、ここからご案内いたしますということで、はい、はい、1階か2階かこうそれぞれのお席に行かれるんですね。一旦ぐるっと1回回らせていただいていいですか。はい、今ね、黒服の方が綺麗に掃除と滅菌をしてくださっていて、はいはい、もう全部キラキラ、いいレフになります。いいレフだらけ、いいレフだらけですね。いらっしゃいませ。あれ、映していいですか。はい、映、はい、していただいて、あの、いいですか？あ、ダメです。はい。平井さんはボーイ、じゃあ店長、あ、やってもらってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。店長さんとボーイは違うんですか？そうですね。ボーイから昇格していくと店長になったり、なるほど、幹部になったりといろいろと上がってくるんですけど、ね、今店長は何をされてたんですか？今ちょっとあの今日の予約の状況を確認したいですとか、あとは今日の女性の出勤者の確認をさせていただきたいですとか、という仕事を今ちょうどこの時間帯はやらさせていただいております。では陽子ママが、はい、そうなんです、後ほど働こうと思います、はい、よろしくお願いします。こちらのお席もいいですか、はい、実際じゃあカウンターのお席もあるということなんですね。そうなんですよ、今ちょっとねこうチャームが並んでますけれども、チャームって何ですか。はい、チャームのお客様のお席にこう、あ、ちょっとしたおつまみのねお菓子はね、ちょっとモックですとか、こうちょっと、なるほど、これをチャームって言うんですか。はい、はい、そうなんです。へー、ちょっとチャーム見せてもらっていいですか。ちょっとお客様情報があるとあれなんでちょっと伏せちゃいますね。はい、あ、いろんな種類があるんですね。そうなんですよ、こんなおせんべい系もあったり、はい、お客様のねお好みがありまして、お要望が多いものも割と使わせていただいてます。あちらにはちょっと洋菓子系ですか、はい、そうですね、よくもくめっちゃ昔から定番のよくもくシガールはやはり人気でして、チャームです、覚えました、はい、これ業界用語なんですかね。あ、そうですね、業界用語かもしれないですね。初めて聞きました。そして今あちらにいる方もボーイさんでしょうか、はい、そうですね、はい、ボーイが今当時をしてくれてます。こちらのお席もいいですか。はい、大丈夫です。ちょっとね準備はしてないですけども、今準備中の段階に無理やり押しかけました、はい、なんか本当ドラマで見る世界です、うん、こちらが1階ということで、ちょっと入って右側に階段もあったので2階も行ってもいいですか。はい、階段から行きますか。階段以外もあるんですか。はい、実はあのエレベーターがございまして、きっとエレベーターで上がるってことは特別なお客様が行くお部屋があるんですかね、はいはい、あ、そうですね、3階があのちょっと別であのカラオケラウンジになっておりまして、そこはちょっと個室なんです。あ、じゃあスペシャルなお部屋を見せてください。あ、わかりました、じゃあ3階に、はい、お願いします。もう勝手に陽子ママと呼んでおりますけど、 ありがとうございます。陽子ママグイグイ行くんですいません。3階、2階は同じ感じですかね、はい、そうですね、2階はこういったフロアがバーッと続いて、じゃあ特別感をぜひ見たいので、はい、特別なエレベーターからの3階へ行きましょう、はいはい、どこからですか。エレベーターがある扉があるんですか。そうなんです、実はちょっと分かりづらいんですが、これ隠し扉やってもらってましてですね、ここだ、はい、壁かと思いきや実はここに、はい、ありました。取っ手がついて、忍者屋敷みたいじゃないですか。さっきここにいたのに全然分かんなかったです。そうですよね、ここにあるんですね。壁紙とこう同じような風にこう作ってるんですけど、いいですか、はい、私が開けちゃっていいんですか。どうぞどうぞ。これ押す感じになってます。押す感じ、あ、開いた、はい、おお、色が違う、しかも香りが違います。そうです、ちょっとねお香を炊いておりまして、あ、ここの空間だけお香ですか。はい、全然空間が違う、面白い、はい、違う空間に、ここでなんかかくれんぼを最高ですね、はい、ここ絶対見つけられない難易度高すぎ、難易度高い7円ママのとこで、実はこうなんか、あ、またですか。はい、ここから入れるんですよ。え、でもここもありますよね。ここなんですか。ここはエレベーターの機械室です。あ、なるほど、はい、顔をさしたくないお客様はここから
はい、すごい外外、はい、外だ鍵を開けてここ完全に裏道待ちしてる。すごい、なるほど。じゃあこっそり行きたい方は、はい、七重ママの方に連絡して、はい、何時ぐらいに行きますと、はい、さあこっから、はい、これ黒服が立って待っておりますよね。わあすごい、すごいね。てか銀座にこんな細い通りもあるんだっていうのを初めて知りました。ね、そうなんです。これ出世街道って言いまして、えこれあの霞ヶ関までこう一本ずっと続いてるんですよ。なので出世街道と呼ばれる小道らしいです。じゃあぜひ出世街道を通って七重ママのとこでお酒を飲んでいいですね。面白い。ちょっと裏側すごい世界ですね。本当になんかドラマとか漫画の中の世界があるんだっていう、ね、あっエレベーター、ボタンあの位置がなかったら気づかないです。お願いします。はい、お願いします。すごい。他もね、全く他のお客様と、あそうですよね、1階のお客様とすいません、はい、上がれるようになっております。3階に一緒な感じです。すごい、ね、道の世界、ね、秘密のエレベーターね。ではついていきます。まず小さいお部屋から行きますか。いくつもあるんですね。3つありまして、はい、大中小は LMS と呼んでるんですけども、はい、S ルームがこちらになります。 S ルーム、はい、まだ準備中でちょっと暗めですね。本当バーみたいな、違うお店に来た感じがします。そうなんですよ、こうバンカウンターみたいな、ちょっとで、ね、ミニスナックのような、これ一人女性が入りまして、はい、家族5人ぐらいかな、このお店が今1つ。あ、そうなんですね、はい、女の子が横に座るのではなく、こういう対面式っていうことですか。はい、そうですね、多い時に3人ぐらい入ってたので。え、そうなんですかぎゅうぎゅうちなみにこちらの部屋はどういうお願いをしたら入れるんですかね、はい、お金なんですかね、そのグレードというのは、はい、あのお部屋代がちょっと、あなるほど、はい、かかるってことですね。そうですね、この大中小とちょっとずつ価格が違うんですけど、個室チャージがかかる。なるほど。ちなみにこちらおいくらなんですかね。はい、5万円お部屋でいただいておりまして、それ時間は1時間とかではなく、はい、もう何時間でも。あ、そうなんですね、はい、お部屋でいただくわけですね。なんか特別な日、例えば女性だけで来て、お誕生日会ここでやるとかでも、はい、プライベート空間で。そうですね、では、はい、2つ目のお部屋にお願いします。はい、いいんですかこんなね、はい、いろんなところ。あ、もう最近ぐいぐい突撃系が多いんですよ。ロコママ入る、すいません、あのオープン前なんでね。あ、キラキラ、はい、あら電源つけてきますね、あのエアボールの。ちょっと昨日お誕生日があって、そのまままだ果たしてないみたいです。すみません、私のお誕生日かと思いました勝手に、ね、ちょっとね、そう、今のすっごい恥ずかしい感じじゃないですかちょっともう入っちゃいましょうか。私のため のハッピーバースデーかなって思ったら違う方のサプライズパーティーでした。でもこのまま写真撮っちゃおうかなすごい、ママ入っていいですか。回り出しました、これだ。すごい、すごいキラキラ、なんだこの部屋、すごいバブリー。え、七重ママ、なんかあのお客様の誰か誕生日だったってことですよね。そうなんです、昨日ちょっと誕生日会をここでやってました。なるほど、ここだったら誕生日会しやすいですよね。そうですね、もうレフだらけ、レフだらけだけど入り込みもすごいです。さすが、全部ミラーなんでね、映り込んじゃうんです。あとやっぱ鏡がいっぱいなんで、すっごく広く開放的に感じます。上も天井も高い。これもモニターがあるってことは、カラオケとかもできるんですか。そうなんでしょう、カラオケも、はい、楽しいですね。もう一個あるんですもんね。はい、一番大きいお部屋がありますよね、奥にありまして。ちなみにまたお値段聞いてもいいですか。はい、あ、こちらは15万円お部屋いただいて。おー、そりゃします。銀座の一等地で、しかも一流のホステスさんたちがお相手をしてくださるんですもんね。ということで今回はですね、七重ママのお店で特別なお部屋も見せていただいたんですが、もう一つ特別な部屋があるんですもんね。はい、はい、奥にございます。そちらでこの後撮影をさせていただくので、そちらの部屋の様子は七重ママのチャンネル、そして私の方でも、撮らせていただきますので、その動画をご覧ください。ということで本当に特別な空間を見せていただきまして、ありがとうございます。ちょっとこんな世界があるんだってびっくりしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。